かつて天部氏のこの神社にマナの壺があり、うん、同じ物の部系の熱田神宮に現在アロンの杖があるということは、女服集団はその2つの神器を新帝国から日本列島に持ち込み、後に畑氏が朝鮮半島からアッと十戒石板と聖十字架を持ち込んだという認識でよろしいですか。また現行の時アークを持ち出したという覆面集団のことを教えてください、うん、ということですね。まともできたな。いや、ま、あの表向きね、表向きで判断すればおっしゃる通りのことなんでしょうね。表向きで言えばね、はい、で箱を担いできたのがおそらくそうなってくると神武系で果たし系というふうに、はい、一応表向きにはなると思います、というのはそこまでこうどちらが何を持っていたかというのはまだ今僕本で書いていませんから、だけどまあ推測という意味からすると物の部系がこう2つ持ってったとすればね、でアマテラスの御神体という名前はもともと鏡でしたから、で箱伝説や性質伝説というのが実は神武の後をついて回ってますからね、まあ、これ王神もそうなんだけど、そういう意味ではまあその可能性は極めて強いと。そうですか。で両方を、まあ、印を見せ合って同族だということが分かったので、にぎはや妃、まあ、いわゆる女服の末裔が新しく来た神武系、まあ、この別名王神天皇とも言うんだけどさ、まあまあ、その方に国を譲ったと、まあ、そういう解釈ですわな。でなんか一番最後の質問、覆面集団、これ実は伊勢神宮の時も、伊勢神宮の記録があって、現行の時に、まあ、ある社から黒い煙が上がって、そっちいわゆる現行が九州これに向かって、この煙が移動したっていう記録があるのね、伝承だけど、はい、一方熱田の方にも、というかむしろ武士の記録の方にね、まあその辺がこうちょっと匂わしてるの、熱田で白覆面顔全部隠した集団がやってきて、はい、あるもう武士、鎌倉武士の前に出て行って、まあ、箱らしきものを置いたら、もう大変なことになっちゃったわけ、向こうが、血ヘド吐いたり、そうなんですね。その後結構神風が襲ってくるんだけどね、はい、日本の学者たちはあんなの嘘だって言ってるけど、いわゆる神風もなかったんだっていうこと、最近韓国の方の昔の記録から神風がやってきたので、我々はうんぬんって出てきたんで、あ、そうですか。日本の学者でいかにおバカってことなんだよ、いかに頭が悪いか